XB-46、XB-46、XB-46 とは、アメリカ合衆国の航空機メーカーであるコンベアが1940年代、中頃に開発した中型ジェット爆撃機である。試作のみで量産されることはなかった。第二次世界大戦中の1944年、ドイツ空軍が実用化していたアラド AR-234 などのジェット爆撃機に、 対抗するために、アメリカ陸軍航空軍は、重量8万ポンドから20万ポンドまでの範囲の中型爆撃機の実用化要求を出した。これに対し、コンベア社では、モデル109を提案し、1944年11月に、XB-46 として、開発契約がなされた。XB-46 には、試作機3機の製作契約がなされ、 予算がついたため陸軍航空軍のシリアルナンバーも45から59,582から59,584が割り当てられた。この祖父の提案要求に対して他社も応募しており、ノースアメリカン社の XB-45、ボーイング社の XB-47、マーチン社の XB-48 があった。これらを合わせて、 1945年組と呼ばれる機体で、いずれも直線翼の従来型の総発中型爆撃機をエンジンのみ、ジェットに変更したとも言えるデザインであったが、XB-47 は、米軍が占領したドイツの研究所からもたらされた後退翼の理論を取り入れて大幅に設計が変更され、高い性能を示して、本命となり、 他の3機種は XB-47 に対する保険とされた。結局、XB-45 のみが B-45、トーネードとして1947年に正式採用に至り、B-47 が1948年に配備開始されると、B-45 も退役している。 XB-46 の1号機は1947年4月2日に初飛行し、パイロットはその飛行特性を称賛した。飛行テストは1947年9月までに64回、127時間後行われたが、機体の飛行特性とは対照的にエンジン系統の問題点が明らかになった。エンジン系統の問題の他にも、 補足、細くスマートなデザインの胴体に、レーダー装備が十分にできるか疑問視され、XB-46 が早々にキャンセルされる可能性が出てきた。そのためコンベア社では、完成に近づいている1号機のみを、対空性試験用に製造を続行し、残る2機は、攻撃機に設計変更することを提案した。空軍は、提案を承認し、 残る XB-46 試作機2機の契約を1946年12月にキャンセルし、ソ -44 の名称で新たに攻撃機2機を発注した。結局、XB-46 のテストは1947年8月に中止された。これは対抗馬であったノースアメリカンの B-45 が1947年1月に正式採用され、 量産が行われることが決定したためであった。その後は、下記完成システムなどのテストに使用され、1951年1月13日に、オハイオ州にあるライトパターソン空軍基地の国立アメリカ空軍博物館に送られたが、1952年2月28日に、機種部分を除いて廃棄処分された。XB-46 の特徴は、 細長い魚雷系の胴体で、剣翼配置の直線レビス翼系の主翼を有している。水力3820リッター BF の J35C3 軸流式ターボジェットエンジン4機を2機ずつ、まとめて左右主翼中ほどに搭載していた。操縦主席はタンデム形式で、機種に爆撃主席がある。には遠隔操式の自衛用、mm、連装を、 搭載した。ありがとうございます。